皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？本日はあまり知られていないヨーゼフ・ボイスの銃の自立についてご紹介いたします。ドイツの現代美術家、彫刻家、教育者、音楽家、社会活動家であり、とても多彩なアーティストの一人です。また社会彫刻という概念を編み出した人物とも知られています。ヨーゼフ・ボイスは1921年、ドイツ北西部のクレーフェルトに生まれます。幼少の頃からボイスはドローイング能力に秀でていましたが、他にもピアノやチェロなどの楽器を弾くのも得意でした。芸術や自然とも触れることも多く、その頃から興味を持っていました。また、北欧の歴史や神話、また自然科学にも関心を持ちます。第二次世界大戦が始まり、ボイスは20歳の時に空軍に志願し、東部戦線で戦います。戦時中に描いたドローイングやスケッチは保存されていますが、この時からボイス独特の画風が見られます。戦後は芸術大学に通ったり、自然・野生動物に関する研究を行います。そして1961年にはデュッセルドルフ美術アカデミーの記念碑彫刻学の教授となります。アドルフ・ヒトラーの暗殺計画から20周年を迎えた新しい芸術祭典の一環として、ボイスはパフォーマンスを行いますが、パフォーマンスは生徒たちに中断され、生徒の一人はボイスに殴りかかります。当時の鼻から血を流して腕を上げているボイスの写真はメディアで取り上げられました。その後、1966年に制作したグランドピアノのための陶室浸潤ではフェルト彫刻というジャンルを打ち立てます。その後も脂肪のコーナーやフェルトスーツなどを制作していきます。他にも様々なパフォーマンスも行っており、彼の有名な作品、私はアメリカが好き、アメリカも私が好きは、ボイス自身がニューヨークにある画廊の中で1週間コヨーテと暮らし、実際のアメリカ人とは接触しないというパフォーマンスです。その後徐々に社会的・政治的活動も活発になっていき、社会彫刻という考え方を軸に行動していきます。その後ボイスは1986年に64歳で逝去しますが、芸術と社会を関係させるその思想は今日まで多くの影響を美術家や建築家らに与えています。芸術家としてだけでなく、社会的な活動にも力を入れ、第二次世界大戦でも強烈な経験をしたヨーゼフ・ボイス。そんな彼のあまり知られていない銃の自立を早速見ていきましょう。1、自然や動物に囲まれて育つ。ボイスは動物や植物などの自然に興味を持ち、鹿やウサギ、家畜の羊の群れと接する子供時代を過ごします。またチンギス・ハンの伝説やクレーベ・ハクダイダイ、白鳥崇拝の残る白鳥城に影響を受けます。こうした伝説や動物たちは後の彼の作品にしばしば登場しています。また近くに住むアヒレス・モルトガットのアトリエをよく訪ねるなど、芸術に接する機会もありましたが、当時は医学の道を進もうと考えていました。 2. ヒトラー・ユーゲントに加入。ドイツ・ナチス党の党青少年強化組織であるヒトラー・ユーゲントにボイスは1936年頃に加入します。後に彼は、誰もが教会に行くように当時は誰もがヒトラー・ユーゲントに行ったと語っています。この頃、封書される書籍の中にあった彫刻家ヴィルヘルム・レームブルックの作品図版に強い衝撃を受けた彼は、以後生涯にわたりレームブルックを尊敬し、彫刻の可能性を信じるようになります。3. 第二次世界大戦で空軍へ。第二次世界大戦が勃発し、ボイスは20歳でドイツ空軍に入隊します。ポーゼン州にてハインツ・ジールマンの指揮下で軍の航空無線の試練を受けます。2人はポーゼン大学時代、生物学や動物学の授業に出席していた間柄でした。その訓練後は1942年にボイスはクリミアへ駐留し、戦闘爆撃機に搭乗しますが、戦時中も絵を描くことはやめませんでした。
4タタール人との死亡とフェルト。1944年3月16日、ボイスの爆撃機はクリミア戦線でソ連軍に撃墜されて墜落します。パラシュートを開いて脱出するのが遅く、そのまま落下したといいます。しかし、当時クリミアにいた遊牧民のタタールの部族に機体から救出され、体温が下がらないように傷口には脂肪を塗られ、フェルトにくるまれるなど手厚い看護を受けて、意識不明になった後、2日後に蘇生。この話はボイスの作り話とも言われていますが、芸術のアイデンティティの起源になる役割を果たし、作品にも死亡とフェルトはたびたび登場します。5ボイスの哲学の基盤。ドイツの神秘思想家ルドルフ・シュタイナーの人知学は、その後のボイスの芸術哲学に大きく影響を与えます。その後の社会彫刻などの概念においても、シュタイナーの考え方は重要な基盤となっています。ボイスは、人知学は現実に対して直接的に、また実践的な方法で反映されるアプローチで比較すると、認識論の議論のすべての形態は現在の流行やムーブメントに直接関わることなしに残ると話しています。6マルセル・デュシャンを批判。ボイスが芸術の領域を超えて社会や大衆に向かって芸術を実践していたのに対し、マルセル・デュシャンは逆に大衆とかけ離れた場所に芸術を持ち込み、芸術と社会を乖離させたということで、ボイスはデュシャンを批判していました。ボイスは芸術を誰もが生きるために役立つ技術として実践していこうと主張していました。7死んだウサギとの衝撃パフォーマンス。1965年にボイスのパフォーマンスで最も有名な死んだウサギに絵を説明する方法が披露されます。ギャラリーの中で死んだ野ウサギを腕に抱き、ウサギに絵画の説明をし、その後ウサギの体を絵画に直接触れさせるものでした。ボイスは頭を蜂蜜や金箔で覆い、右足には鉄の革底を履き、左足にはフェルトの革底を履いていました。絵画について本当に重要なことを理解するには、説明を聞くのではなく絵をよく見ることだけだということを表現しているようです。8素材に対する思い。ボイスは素材に対しても強い気持ちがあり、中でも蜂蜜は不定形の物質で、熱で溶け去ってしまうような脂肪であるといいます。熱の働きによって結晶質の建築へと変わることの中に、彼は彫刻形成の原理を発見します。このように彼は他にも脂肪、フェルト、ロウ、バッテリーなど彫刻の素材にはなりそうもないものを熱を蓄え、温め、造形される物質として立体作品の素材にしていきます。9社会彫刻に基づく活動。ボイスにとっての芸術は、教育活動、政治活動、環境保護活動、宗教なども含む拡張された意味での芸術活動を指します。そして社会彫刻は、自ら未来のために社会を彫刻していこうという考え方のことです。彼は誰でも未来に向けて社会を彫刻しうるし、しなければならないと主張し、文化における自由、政治におけるデモクラシーと自治、経済における友愛を理想としました。具体例を挙げれば、ドイツのカッセルに7000本の植林をするための資金を7000体の彫刻を販売して集めるという画期的な活動も行っています。10日本学生との対話も。1984年ヨーゼフ・ボイスと対話する学生の会による、ボイスと学生による対話集会が東京芸術大学の体育館で行われます。これは武蔵野美術大学に在籍していた後藤満の発案に西部美術館が同意し、武蔵野美学生と東京芸術大学の学生有志とで実行委員会を作り、それを東京芸術大学が支援したものです。参加人数は500人ほどで、集会でボイスにより制作されたダイアグラムの描かれた黒板は現在東京芸術大学美術館に収蔵されています。いかがでしたでしょうか。
あまり知られていないヨーゼフ・ボイスの10の自立。芸術概念を拡大し、社会と関わるすべての活動を社会彫刻と呼び、より良い社会にすることを掲げてきた芸術家ボイス。彼の思想は今後も多くの人々に影響を与えることでしょう。本日のお話はここまで。それではまた。